結果バチバチやってます。この大きい網がなんか可愛くて、タンブラーちっちゃいの2個あとこれイワシカルシウムです。今日は私のバッグの中を紹介します。じゃん。このバッグは、ボッテガベネタさんのバッグで、ちょっと大きめの、バッグを探してた時に出会ってずっと使ってます。これね結構開くのガバッと。ちょっと前に一回ハンドルが壊れてイタリアに直しに行きました。この子がそうそうなの、入れすぎて中物ステッカーバチバチ似合ってます。最近お気に入りのロンドンのブランドのストリングシングさんの、ストラップです。これね可愛くて便利で使ってます。であとは続いてこれはなんかすっぴんの時とかちょっと恥ずかしい時につけるよう、ドア入ってません、伊達メガネです。はい、こんな感じで、あの現場とかすっぴんで入る時とかにちょっと恥ずかしい時とかにつけたりします。続いてじゃあ財布ね。あ、これもボッテガですね。ボッテガさんのお財布で、立ち折りの財布です。白、潔く、なんかこのサイズ感とこの大きい網がなんか可愛くて去年買いました。はい、で続きじゃあこのタンブラー系いこうかな。タンブラーちっちゃいの2個2個持ち歩いてて、いつも大きいの持ち歩いてたんですけど、大きいの持ち歩くとほらまたここが取れちゃうからちっちゃいのにしてます。これは蛍光補水液、お水を蛍光補水液にするなんかパウダーみたいなのがあって、家出る時に作ってきてます。これはパリで買ったタンブラーです。これは漢方のハーブティーで、これも朝作って持ち歩いてます。こっちはあったかいです。続いて、あ、鍵、これはストラップ Amazon で買いました。続いてこのポーチなんですけど、ちょっとこれね、シミがついちゃってるんですけど、これカメラ回す前に大事件が起き、この子が大爆発して、すごい漏れちゃってちょっとシミになってるんですけど、ご了承ください。まずリップね。リップはアムリターラさんのスティックと、あとブロス2つ、アムリターラさんのが結構好きで。続いてこの CBD、 ちょっと落ち着かない時とか、あと移動の時とか舌下にしてます。これがプロテインで、最近タンパク質が全然足りてないということにお発覚して、これは毎日飲んでます。無味無臭です。こっちがハーブティーのやつで、なくなったら外でお湯足して溶かして飲んでます。これがビタミンです。ビタミンはこのプロテインに溶かして飲むようにするんですけど、これに全部溶かして飲んでます。なぜなら無味無臭でちょっと飲みづらいので、こっちのちょっと味がついた蛍光補水液に溶かして飲んでます。あ、でこれがね、蛍光補水液のパウダー、これは全部飲んでます。これもサプリで、食事とかでタンパク質だったりとか、ビタミンとか意識して取っても、こう体内に吸収されづらい体質になっちゃってるって言われて、なのでこれを消化する時の働きを良くするもので、食事の前に最近飲んでるものです。これも続けてます。ポーチは綾川崎さんっていう方のもので、ハンドメイドで全部作ってるもので、湘南方に行った時のポップアップで買いました。あとこれイワシカルシウムです。カルシウムも不足しているそうなので、これは普通にスーパーで買ってます。イワシ1個、はい、で以上です。そしたら、最近のじゃあお気に入りバッグを紹介します。これはクロエさんのものでして、これも革がめっちゃ柔らかくて使いやすいんですよ。ガバッと開くし、物がすごく入るので、いつもこうやって
持ち歩いてます。じゃん、これはヘリューさんのカゴバッグで、実はまだ1回も使ってないんですけど、今年の夏使おうかなと思ってゲットしたものです。中はこういうちょっとポーチとかが入ってて、まあ、収納しやすい感じになってます。これが最近のスタメンなんですけど、これはラルフローレンのなんか三日月の形のバッグで、ここがなんか金具になってて、でこう開けて使うって感じですね。これも意外にすごい薄いんですけど、結構街がねここまで広がるの、なんかすごい形になって持ち歩いちゃってるんですけど、もう閉めない、閉めずにもうこんな感じで持ち歩いてるんですけど、これもなんかさりげなくゴールドの金具があって、でここにもちょっとゴールドが入ってて、さらっとちょっと上品に持てるので、どんな格好にも馴染むので、なんかこれ使えるんですよね。はい、続いてがこのサンローランのこのバッグです。これはね長くはならないんですよ、ストラップがこれぐらいの長さで、こんな感じで持ち歩いてます。中はこんな感じこんな感じこれはすごい伸びるの、ビヨーンと伸びてちっちゃいんですけど、すごい中が収納力がすごくて、こんな感じですごい入るんですよ。これがねタンブラーね2個でしょ、で、あとね携帯とかね、こういう薄いのとかこうやって入れまくって、こうやって超ブスな形なんですけど、こうやって持ち歩けるのすごくないですか。この状態でいつも持ち歩きます。ちょっとこう車とかで、ね、ひょいっと買い物行く時とか、あとちょっとサクッと友達とランチとか、カジュアルなお出かけというか外出の時とかになんかすごく楽に持ち歩けるので、これもすごい使ってます。そんな感じです、最近のヘビロテくんたち。はい、それでは見ていただきありがとうございます。バイラーさんの YouTube のチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ありがとうございました。